サイズ感の違いはこんな感じになっています。皆さんこんにちは、ガジログです。今回は こちらになります。カシオ G-SHOCK ブランドの g s q u a t シリーズ GBD300-1JF というモデルをご紹介いたします。今回は細かなスペックというよりは実機を見まして外観やどんな機能があるのかを含めましてご紹介したいと思っていますので詳しいスペックを知りたいよってことであればこちらの動画を参考にしていただければと思います。ということで g s q u a t GBD300 早速見ていきたいと思います。では本日も行ってみましょう。 ということで、こちらがパッケージ内容となっております。G-Squad g p d 3 0 0 1 j f のブラックモデルとなりますが、この後しっかり外観を見ていきたいと思います。そしてこちらが歌シオ ID 登録のご案内とありますが、中身は保証書兼取扱説明書が入っていました。そして英語表記のこういったカードも入っています。 ということで、こちらが本体そのものになりますけど、バッと見の印象ね。おめちゃめちゃかっこいいですね。実は昨年もこの G スクワットシリーズの DWH5600 というモデルをレビューしているんですけどもね、こちらのモデルは20万再生オーバーということで、たくさんの方に見ていただいていますが、このモデルはその DWH5000 よりも、だいぶね、できることに関しましては少なくなっていますが、シンプルに使いたいよっていうことであればね、このモデルなかなかいいんじゃないかなと思いますので、早速ね、外観から見ていきたい と思いますまず特徴的になりますねこのディスプレイになりますが MIP 液晶ということでメモリーインピクセルになっています今バックライトが何もついてるわけではありませんがめちゃめちゃね視認性が高いなと思いますもちろんね今照明がたかれている状態で見ているわけですけどもこのように角度を変えたとしてもバックライトが点灯していたにもかかわらずあらゆる角度からね見やすくなっていますとある一方向に関しましてはちょっと暗くはなっているんですけども比較的全方向をと 特にバックライトがなくても。 見やすすくなっています特にやっぱりね、この腕時計を見る目線のこの角度、すごく見やすくなっていると思います。そしてね、この電池の駆動方式は、このモデルはソーラー充電ではなく、いわゆるボタン電池ですね、CR2032 という、よくあるタイプのボタン電池が採用されていて、最初から入っているのは、あくまでもお試し用ということなんですけどもね、新品のものを入れた場合は、2年間電池が持つという、そういった作りとなっています。強いて言えばですけどもね、もう少しお値段高くなるかもしれませんが、ソーラー充電機能もついて、 いたいていたらなおさら良かったなという感じですねただお値段も2万円強という形になっていますけどももう少し3万円ぐらいに、ね、なってしまうかもしれませんねソーラー充電機能が欲しい方はやはりね dwh 5600になるのかなと思いますではね詳しく外観を見ていきたいと思いますがまずねこのボディは八角形ボディになっていましていわゆるねこうスクエア型ではなく八角形となっていますそしてサイドにはそれぞれ2つのボタンが付いていまして素材がですねプラスチックになっていまして 高級感があるっていうわけでではないですねちょっと押してみますとちょっと固めかなとは思うんですけども間違って押してしまうっていう感じはなくて非常に押しやすくなっていると思いますそしてこのセンターにはバックライトボタンがついていましてこのように1.5秒で消えるバージョンとそして 三秒間点灯しっぱなしっていうね、二つのモードから選べるようになっていました。また、このね、左側にも二つのボタンがありますけども、それぞれモードとディスプレイとかね、切り替えができるようになっています。そしてバンドはね、こういった形状になっていて、このように円形にもう形がね、整っています。そして外してみましたが、バックパネルはね、こんな感じなんですね。めちゃめちゃ今綺麗ですね。G-SHOCK のブランドロゴとともに、Bluetooth のマークとかね、ついています。これ、このモデルは、 やはりスマートフォンとペアリングできますので後ほどペアリングしているスマホのアプリの詳細もご紹介したいと思いますそしてこう横にしますとねここの部分見ていただきますと こんな風に動くんですよね。これで装着した時の快適性というのがね、すごく変わるということが謳われていました。そしてバンドの素材はこんな感じで、めちゃめちゃ柔らかいわけではありませんので、装着しやすい感じはあります。そしてこのようにボコボコとテクスチャーがついているのでね、滑り止めの加工もされています。ではちょっとね、装着してみたいと思います。今ね、初めて装着してみたんですけども、いかがでしょうかこんな感じなんですね。腕時計をするこの手首の周りの、この周囲が15センチほどになるんですけど けども装着感イメージっていうのはこんな感じになっていますそしてバンドの穴がですね上から4つ目に入っていましてこういった感じの装着感となっていますもう少しね強くなってもいいかなという感じですねちなみに上から3番目の位置に装着をし直してみたんですがちょっとねきついかなという感じになっていますやっぱりね普段使いであれば4番目ぐらいの方がいいのかなっていう感じですね いや、なかなかね、やはり武骨でかっこいいですね。ちなみにサイズ感でちょっと比較になりますけど、これ左側がですね、同じカシオのプロトレックというモデルとなっています。サイズ感の違いはこんな感じになっています。通常の時計のサイズと同じくらいなのかなっていう感じですね。どちらもね、武骨でかっこいいなという感じです。 ではね、早速ソフトウェア、機能がどんなものが入っているか見ていきたいと思います。このホーム画面上にありますデジタル時計がまずメイン画面となっています。このディスプレイは日付、そして今の時刻と秒数表示にも対応していますし、またバイブレーションのマークや左上にちょっと小さいんですけど、Bluetooth のマークや通知のマークも少し出ていますね。これが標準でまず表示されるものになっています。そしてこの左上のね、このディスプレイっていう部分ですね、押してみますと、 このホーム画面がこのように切り替えができるようになっています。これになりますと歩数の表示ができるようになっていまして、本日はですね、1600歩今歩いてますよっていうのが表示されています。そしてね、MTWT っていうふうに並んでいますが、これは月曜日、火曜日、水曜日。 っていう,ふうにね、今日日曜日っていう風になっていますけども1週間の歩数が毎日ねどれぐらい歩いたかっていうのが目安としてグラフで表示されるようになっているのもこれなかなか分かりやすくていいですねただこの文字盤になりますと秒数表示は消えてしまいますそしてもう1回押してみますとさらにこういった画面になっていまして現在時刻とともに当月の走行距離と直近6ヶ月にわたった走行距離の目標達成度を 表示する機能が付いています。それ以外はね、先ほどと同じになります。そして4番目の文字盤になりますと。 現在時刻とともに、ワールドタイムがね、上になっていまして、現在ね、東京ということで全く同じになってしまっていますが、同時に2つの都市、もしくは国の時刻を表示する機能もついていました。そして、もう一回押しますと、最初に表示していた文字盤に戻ってきました。やはりね、これは見やすいなという感じですが、個人的にはね、やっぱり歩数気になりますので、毎日どれぐらいね、歩いたのかっていうのを予備ごとにわかる、この文字盤で使っていきたいなと思っています。では、この文字盤で続けて見ていきたいと 思いますけどもこのモードですねこのボタンを押しますと切り替えができるようになっています。一回押しますとこのようにワークアウトの画面が出てきました。これはいわゆるトレーニングモードと言いましてランニングの距離やウォーキングなどを使った時にその距離や経過時間を表示する機能となっています。そしてもう一度押しますとストップウォッチのモードが表示されました。これでねちょっとスタートしてみたいと思いますがはい。 こんな感じでストップウォッチモードがスタートしました。そしてもう一回押しますと止まりますね。そしてこの右下のボタンを押しますとはゼ、い、ロに戻ってくれました。そしてもう一度モードを押しますと今度はアクティビティの画面に来ました。この画面はトレーニングのログの画面となっています。ランニングやウォーキングのそれぞれの記録をここで見ることができるようになっています。トレーニングされていないので、ね、何も表示されていませんけどもこちらで確認することができるようです。 さらに押しますと、今度はノーティフィケーションとありましたが、通知の画面が出てきました。今ね、ニューと出ていますが、一つね、何か新規で通知がありますよと表示されています。通知画面を開きますと、こんな風に通知の情報を見ることができますが、何のアプリから来たかっていうのは、残念ながらわからないようになっています。一番上にね、メールのマークがあるんですが、実はこれね、LINE の通知を表示してあります。ではね、LINE の通知の受信具合がどんな感じなのかご覧ください。今送りました。 はい、スマホに来ましたのが、 すぐね、こちらにも転送されてきまして、新しい通知が来ましたよっていう風に表示されまして、通知のね、先ほどの画面になりますと、やはりね、通知が来てますよと表示されています。そして開きましたら、このガジログから、ご視聴ありがとうございますという風にね、しっかり日本語で表示されています。そして最後にね、四角のマークが出ていますが、これ実はですね、LINE でこのご視聴ありがとうございますの最後に絵文字を送ってみたんですが、残念ながらね、絵文字は表示されませんでした。では今度は LINE の音声通話。 ですね。いわゆる電話機能になりますけど、どんな感じの挙動となるのかもチェックしてみたいと思います。はい、今発信しました。スマホに音声通話が来ています。リアルタイムに着信の通知は来ませんね。ちょっと切りたいと思いますね。 はい。切りましたら、LINE の不在着信として通知が来ました。ですので、リアルタイムにブルーッと震えたり、もしくは着信がありますよと教えてくれるわけではなく、相手が出なかったなと言った時に不在着信として通知が来る仕様となっています。これね、スマートウォッチやスマートバンでもよくあるような挙動となっていました。これは設定でどうにかなる部分ではありませんので、こういったものとして受け止めるしかありません。そして、この通知の画面からもう一度押しますと、先ほどのホーム画面に戻ってきました。こんな感じで、ね、機能は 本当に簡単になっていますね。 そして今度はペアリングする専用のアプリの内容がどんな感じなのかチェックしていきたいと思いますが、それはですね、この G-SHOCK Move というアプリになります。これ開いてみますと、こちらがね、ホーム画面になっているんですけど、最初に次のトレーニングとか、本日の獲得距離、目標達成度や、そして目標獲得距離ですね。こんな感じでいろんなね、表示項目が出ています。さらに、こう下を見ていきますと、本日のライフログになりますね。歩数や消費カロリーや移動距離になります。 yes <laughs> そして、その他を押しますと、設定項目の画面に移りました。ここで G-Squad GPT-300 のいろいろな設定をスマートフォン上から変更することもできるようになっています。一番上のね、この時計を見てみますと、一番上に時計のソフトウェアとありますが、今ね、最新のバージョンになっています。そして GPS と出ていますが、これね、ちょっと勘違いしてしまうかもしれませんが、本体には GPS は内蔵されていません。開きますと、スマートフォンの GPS 計測と出ていますが、このペアリングしてある スマホの GPS を利用してウォッチ上の精度っていうのを高めることができますトレーニングするときに持ち歩いてあげれば GPS の精度を使ってこのウォッチ単体で動かしたときでも精度が上がるということになっていますそしてトレーニング中の画面とありますねこれは何なのかって言いますとホーム画面中でこの右上のボタンを押しますとこのねトレーニング画面に映るんですけどもここの画面を自分でカスタマイズができるようになっています今ねセット1というところの表示で一番上と一番下がねペースペースという風に まなっっててしまっていまいすが例えばこの上段の部分ですねペースっていうところを走行距離っていう風に変更することもできるようになりますこれ良ければここね送信っていうのを押すと反映されるようです はい、変わりましたね。こんな感じで走行距離が一番上に来まして、真ん中が時刻ですね。そして一番下がペースとなっています。ただ、トレーニング中の時刻はこの右上にも表示されていますので、この真ん中はね、時刻じゃなくてもいいのかなという感じですね。その場合、この真ん中の中段のところを、例えば平均スピードっていうのに変えることもできるようになります。そして、これでよろしければもう一度押しますと、 はい。ここがね、アベレージのスピードっていう風に変わりましたね。こんな風にしてトレーニング中の画面をカスタマイズができるようになっています。そして基本機能として時計の表示が出てきました。都市の選択、ワールドタイム、サマータイム、また時計の表示のところに24時間表記なのか、もしくは12時間表記なのかね、選ぶことができるようになっていますが、私はね、24時間にしてあります。そしてプログラムタイマー機能、またアラームですね。今ね、朝7時でアラームを設定してありますけども、 ここは編集機能を押しますとこんな感じで調整することができるようになっています。例えば朝の6時にセットしたい場合このようにして OK。 しますねそして、スヌーズが欲しい場合は、ここをオンにしていただく形になりますね。こんな風にして、アラームをアプリから設定することもできます。また、ちょっと飛ばしますけども、ライトっていうのがあります。これはですね、このバックライトの時間を1.5秒、もしくは3秒ですね、ちょっと短いんですけども、このように調整することができます。もちろんね、電池の寿命にも影響すると思いますのでね、なるべく短めの方がいいのかもしれませんね。そして、音と振動っていうのがあります。先ほどからこういう風に音が鳴っていましたけど、 ここれをこの設設定定項目でで鳴らさないいっていう設定もできます今からでは鳴らさない設定にしてみたいと思います。そして操作振動とありますが、これもやはりボタンを押した時にバイブがついているんですが、ブルっとね、震えないようにすることもできます。さらに通知が来た時にも、それらのバイブや音はですね、どうするのか決めることができますね。今現在は着信通知をオンになっています。そして音もですね、すべてオンになっていますので、結構ね、ピッピッピッピになってしまうの かなっていう感じですねそして、通知来た時に振動欲しいものはここね、オンにしておくと。そして、いらないものはこのようにオフにしておくってこともできるようになっています。そして、これでよろしければね、送信を押すことによって初めて反映されるって形になっています。この辺はね、自動的に反映されてくれたら嬉しいんですけど、ちょっとめんどくさいところはありますね。そしてね、この辺はスマートウォッチライクだなと思ったんですけども、携帯の探索とあります。携帯電話がどこにあるのかわからなくなってしまった時に、このウォッチ上から スマホを鳴らすことによって探すことができるようになっています。 そしてね、ここ一番驚いたんですけど、なんとね、外部アプリ連携で、ここ見ていただきますと、Google Fit もしくはね、ストラバと連携ができるようになっています。ですね、アクティビティデータなどを Google Fit 上にね、バックアップする、そうした機能もついていました。すべてのね、欲しい機能がバックアップされるかどうか、ちょっとまだわかりませんけどもね、一応連携ができたっていうのはね、なかなか意外性があって面白いですね。ということでね、全部の項目ではありませんが、ざっと見てきましたけど、他社のスマートウォッチではやっぱり見られないような 設定項目というのがありましたねなかなかね細かな部分とそして結構ねざっくりという感じもありますねあくまでも G ショックにこういった簡易的なねスマートウォッチ機能がついたという感じになっています というわけで今回、カシオ G-SHOCK ブランドの G-SQUAT GBD301JF となりますけども、ざっと見てきましたけども、いかがだったでしょうかあくまでも通常のデジタル時計としての G-SHOCK、こういったね、頑強なボディに簡易的なスマートウォッチ機の歩数計や簡単なトレーニング機能、アラームとかね、タイマーとか、本当に基本的な機能のみ入っているという形になりますので、ね、ソーラー充電が付いていない G-SHOCK でいいよってことであれば、なかなかのいい選択肢になるんじゃないかなと思います。気になった方は、 コーヒーリンクから詳しくはご覧いただければと思います。この動画良かったよってことであれば高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。